おはようございます。マスダです。ヒーハーってことで,ですね。今日は、えー、ブラックマヨネーズのですね、えー、小杉さんのですね、ネタをやってみました。いつもですね、ブログをご覧になってくださって、本当にありがとうございます。いや本当にですね、冷え込んできましたとか言いながら、僕はこうやって半袖なんですけれども、まあ、部屋の中なんで、あったかいんで、こんな感じでですね、今日も行ってみたいと思います。今日はですね、 えー、顧客をですね、いかにですね、失った顧客をいかにカムバックさせるかっていう方法をですね、お伝えしていきたいと思います。なぜですね、この方法をですね、お伝えするのかというと、今、あなたのところに来ている患者さんと、もう過ぎ去ってしまった患者さんで言ったら、過ぎ去ってしまった患者さんの方が多いじゃないですか。でもですね、ほとんどの治療院というか、97%ぐらいの治療院が、このほっといてるんですね、過ぎ去った顧客っていうのをそれをですね、えー、取り戻すですね、方法っていうのをお話ししていきたいと思います。 思うんですけれども、それで即してですね、相談が来てますんで、えー、ぜひですね、えー、聞いてください。5分程度で済んでね、あのやってもらったらなと思います、えー。マンタさんという方ですね、相談が来てます。お世話になります。一度来店されたお客様で、速攻でリピーターにより戻す。 方法とかテクニックはありませんか、えー、シンプルなやり方があれば教えてください。ポイントは速攻性ですってことなんですけれども、えー、万田さんどうもありがとうございました。えっ、ー、とですね、速攻性を求めるんであればですね、えー、ものすごくいい方法があります。えー、これはですね、なぜかわかんないですけども、ほとんどの治療院がやってないですね。僕の、えー、お客さんとか塾生たちがみんなやってますけれども、まあことごとくですね、やってる人は結果が出るし、やってへん人は結果が出ないってですね、 えー、そういうい感じですねで何をやってるかって言っうととても簡単であの来た患者さん、えー、来てくれた患者さんとかに要は電話番号を聞いてる と思うんですけれども、電話番号にですね、あの、電話するとかめっちゃいいですよね。お元気ですかと、おご無沙汰してます。お元気ですかって電話したりですね。えー、それもしですね、いや、私ちょっとどうや、電話はちょっと苦手なんですって言ったら、はがきで、おで、あのー、お元気ですかと。あで、もう今ですね、もう時期新年ですから、新年キャンペーンとか言ってですね、はがきを出したりとか、で、みんなですね、い 一回で終わっちゃダメなんですね。一回で終わる人が多いですけれども、先生、大力メール一回出したんですけれども、半刊一回出したんですけども、電話一回したんですけども、来てくれません。それはそうでしょうと。こう、来てて、あの、ほっとかれてる患者さんがやっぱりいるわけですから、ほっとかれてたんですから、その一回だけの接触だけで来てくれるなんて、そんな奇跡信じない方がいいと思いますし、で、何回も何回もしつこく電話することはないと思いますけれども、なぜせ要点は、あのー、やっぱり責任なんで自分の,あのとこに来てもらった患者さん、 あのー、ほっとくっていうのは私としてはですね、えー、心苦しいんで是非ですねもう一度来ていただきたいなと思ってお電話させていただきましたけれどもあの <laughs> 要は体の具合いかがですかとかですね言ったりするとですね、まああのー、全員が全員来るわけじゃないですけれども、まあ、親切な、あのー、先生やねと思ってですねまあ統計的にどうかな2 3 0人に1人ぐらいは来るんじゃないかな と思いますしダイレクトメールできませんとか、はがきできませんとかっていう人はもう、うん、まあ一番手っ取り早い話は、それはもしできなければやる人を探してくればいいしで、どうしてもやりたくないって言われたら別にですね、やらんでもいいですけれども、えー、そういう人はですね、収益、継続した収益っていうのを望まない方がいいと思います。でですね、3つですね、即効性のあるツールを紹介,してく紹介しますけれども、なんせ、電話、もうこれ10円で済みます。 <laughs> 10円。で、ハガキこれ、50円で済みます。ダイレクトメール。で、ミニメールっていうのがあるんですけれども、郵便局でミニメールもらえますかって60円で売ってますけれども、自分で3方向ですね、る、要はダイレクトメールがあるんですけれども、A4 の紙で3枚か。 うん、3枚ですね3枚ぐらい入るんですけれどもそれに手紙書いて出すとかもう今一番ですねあの僕のおすすめして,おすすめしてる即効性のあるツールはですね電話 <laughs> お元気ですか今日はありがとうございましたって言ってですね一言をですね言、えー、ったりでやるとか、えー、過ぎ去ってしまった方にですねさっきも言ったようにあのいかがお過ごしですかってで新年なんで、えー、お,はおはがきをお送りさせていただきますって言ってはがきを送って 越させるもうこれが一番早いいんだと思いますネットでどうのこうのってやってるよりもあのー、手っ取り早くですね即効性のある、えー、安く済ませたいっていうのがあれば、えー、その患者さんのところに行ったりとか電話したりとかしてですねでハガキを送ったりとかもう継続的にダイレクトメールハガキを送ったりするとですね継続的に電話とかしてるとですね接触頻度が高まってきますんで是非ですねそれをやっていただければ即効性のある え、患者さんのカムバックというのができると思いますし、ダイレクトメールをですね、あのコピーの力でどうにかするっていう力もあるんですけれども、それを勉強する時間もやっぱ必要なので、今すぐに集めたいのであれば、さっきも言いましたけれども、電話してハガキ。電話してハガキ。もしくはダイレクトメール。これでいけると思います。新年の挨拶とかに患者さんに行くのもいいと思いますし、そういうですね、アナログで実践的な方法をやっていただく方が、 あのいろいろ勉強するよりも早いと思いますので、ぜひですね、それやってみてください。えー、マンタさん、えー、ためになったでしょうかまたですね、えー、また深い質問があればですね、下のコメント欄からいただければなと思います。どんどんですね、相談に答えていきますので、ぜひですね、えー、ご覧になってください。えー、新年、まだ、えな、ー、んですか今年もあと28、29、30、30、4日ありますけれども、あと2回ですね、動画をアップしていきますので、ぜひですね、ご覧になってください。えー 今日もどうもありがとうございました。じゃあ、寒いですけど頑張っていきましょう。グッドラック。